格王氏は台湾の台南市出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。1999年、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2002年オフの10月に開催された富山、アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。2005年9月の拡大ロースターにおいて、初めてメジャーの一員となった。 この年は9試合に登板していっぱい、ドジャース時代2006年開幕前の3月に開催された2006ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンでは年間を通じて40人ロースターには登録されたまま昇格と 3A への降格を繰り返していたが、9月に昇格してからは本来の役割である先発に転向し、9月8日に 先発デビューを果たす。首位ニューヨークメッツを6回無失点に抑えて、メジャー初勝利を飾った。先発5試合で防御率3点強と、先発向きの資質をアピールしてみせた。また、ドジャースはポストシーズンに進み、各はメッツとのディビジョンシリーズ第2戦で先発、5回途中、自責点2で降板し、敗戦投手となった。 オフの11月から12月にかけて開催された、同派アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では、チャイニーズ台北代表史上初のアジア競技大会優勝に貢献した。2007年は先発の一員として期待されていたが、背筋を痛めて開幕メジャーはならなかった。2008年は一気に飛躍の年となった。 2007年シーズン終了後のオフで手術した左腕を案じた通り監督は各をセットアッパーとして起用したが各はこのポジションで頭角を表した5月6日のメッツ戦では黒田博樹のリリーフとして登板し打者12人に対し8三振を奪い3回に3を無アンダム得点に抑えシーズン2勝目を挙げた また8月14日のフィラデルフィアフィリーズ戦では2回を無安打無得点に抑え自身初のセーブを挙げた。各は2008年シーズン中42試合に登板し3試合に先発39試合にリリーフとして出場80回を投げ96三振を奪い対戦チームの打率を204に抑え全ナショナルリーグのリリーフ投手の中でも1.69。 という顕著な防御率を残すに至った。上腕三頭筋の怪我により、シーズン最後の15試合、及びリビジョンシリーズへの出場機会を失ったが、ナショナルリーグのチャンピオンシリーズでは3試合に出場し、3回を、当番3三振を挙げた。各は、同年の、mlb.com ディ i s y e イン i ースボールアワーズにおいて、最優秀な担ぎ投手に選ばれた。 2009年は4月後半に持病とも言える、左肘痛から15日の故障者リストに掲示され、さらに60日 DL に移行するなどを故障に苦しんだ。しかし、7月下旬に復帰すると2ヶ月強で28試合に登板した。終盤、コロラドロッキーズに追いつかれそうになったチームの地区、優勝達成を支えた。2010年は台湾出身の選手で初めて、 MLB オールスターゲームに出場した。現時点で台湾出身の選手でオールスターに出場したのは各のみである。2012年2月6日にシアトルマリナーズに1年契約で加入。しかし3月19日オープン戦6試合で防御率17.55と不審で解雇された。シーズンでは6月4日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶ7月6日に放出された。 2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出され2大会ぶり2度目の選出を果たした2013年6月22日に母国台湾の野球リーグである中華職業棒玉大連盟の統一セブンイレブンライオンズと契約を結んだ2017年サンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだエープリルフールに 自分の能力不足を痛感し自ら球団に対談を申し込み、後に富国ガーディアンズに軍の練習に加わった、高校時代より速球派の左腕として頭角を表す、スリークォーターから最速99マイルパーアワーのストレートとスライダーを中心に投球を組み立てる、主にリリーフとして活躍する、王健民投手とは同じ中学の出身で、 各は一年後輩にあたる。また、元東北楽天ゴールデンイーグルスの林恩宇、当主の同級生でもある。高校時代、第3回トリプ AA、A、アジア野球選手権、大会決勝戦の日本戦に先発し、松坂大輔と投げ合っている。台湾出身としては4人目のメジャーリーガーである。ありがとうございます。